はい、皆さんこんにちは、レイです。悩んでおります。悩んでるんですけど、半分気持ちが固まりつつあります。あとは自分の意識を整理するためにですね、また今日はちょっとおしゃべりしようかなと思うんですけども、この動画実は続きなんです。今日はガジェットの話をします。この動画の1個前のやつがこれです。はい、こんな感じ。去年iMac Pro が発表された時に、もうこれ買う、どうするって悩んで、その時からずっとその時使ってたパソコン環境にちょっと不満があったんですよ。で、ただその時に、なかなかそういうお小遣いを生み出すことができなくて、まあそこからずっとコツコツ仕事を頑張ってきたんですけど、ようやくですね、パソコンは買い替えることができまして、今ここ端っこにちょっと映ってる、MacBook Pro の15インチを今使ってるんですけども、で、これはこれでいいんです。これはこれで満足します。僕のモバイル用のパソコンとしてはすごく満足してる。13インチに落とすっていう手もあったんだけども、ブラックマジックなんとかの eGPU でしたっけ、使うっていう手もあったんですけど、結局据え置きのマシンは据え置きのマシンで欲しいなと思って、そこはもう割り切っちゃおうと思って、だから今 iMac Pro か次期 Mac Pro がタイミングしかるべき時が来たらば、時が満ちたならば、そこでそれをポチっちゃおうと思ってるんですけど、そこまでのつなぎで一旦 MacBook Pro 15インチを、まあ、入れたっていうわけなんですけども。で、その動画を作りながらですね、はい。僕がこれ使ってる iPad。これ、2017年モデルの10.5インチのやつなんですよ。カラーがシルバーで、で、64ギガです。一番安いやつ。なんならこれが8ギガモデルとかもっと小さいのあったら、それでもよかったぐらい。というのもこいつで僕が何してるかというと、Apple Pencil で手書きのメモを取ってるだけ。あと、たまーに仕事でプレゼンテーションをしなきゃいけない時の手元のカンペ代わりにこれを使ってるぐらい。イベントで司会するとかなんかそういう時に。バックライトで光ってくれるから、そこで照明スポット照らしてくれなくても自分のこのカンペとか見えるし、影でナレーションする影慣れっていうやつやるときもこれ便利で気に入ってるんですよ。まあだからノート兼カンペですね。で、それ以外の作業をやらせようと思ったら、今さ、フォトショップもこれでガチリ使えるようになったから頼もしいし、Adobe のラッシュ CC っていう編集ソフトもあるからそれも頼もしいんだけども、編集ソフトはまあちょっと簡易的すぎて僕の場合は使い物にならない。で、フォトショップどれだけ使うかっていうと、今スチール写真をレタッチしたいほどまでに綺麗に撮る機会がなくて、JPEG 取って出しで間に合っちゃってるから、フォトショップも使わない。じゃあお絵描きするか、しない。だ、僕はこれをノータビリティという今アプリ使ってるんですけど、そのアプリさえ快適に使えていれば文句はなくて、現状文句ゼロです。こっちはね、こっちは文句があります。このね、曲がるアップルペンシルは文句があります。これまん丸でこういうところに置くと、非常にコロコロ転がっていきやすくて、いつかこれ落とすんじゃないかなって心配。あと充電する時の充電の仕方がちょっとバカっぽい。キャップ外してここに挿してこんな感じ。これさ、不安で置いとけないよね、その辺。これこのまま落としたらさ、ここ端子ごとブチッと壊れたらさ、もうこれ使い物にならないわけでしょ。で、これがね、サーフェスとか他のタブレットだったらこれがここに磁石でピタってくっつくんだよね。だってさ、このケース、純正のこのケースがここ磁石でこうくっつくんですよ。こうピタッとくっついた。こうやって。だったらこれもくっつけてよ、アップル。くっつけてよ。で、今じゃあアップルウォッチ、これさ、充電切れにポンと置くだけで充電できて、いちいちケーブル挿す必要もないんですよ。だって iPhone だってそれ対応したじゃん。もっともこれが最初に対応しててよかったと思うんですよ。それがですね、まあ1年置いて2年置いてやっとできるようになったのが新型の iPad Pro で、さっき言ったその前の動画で iPad Pro を買うかどうか、まあ買うんだけど、そのいつかは買うんだけど、そのいつかが今なのか来年なのかで言うと全然違うじゃん。大きな違いがあるじゃん、そこ。まあこれは結局僕、その悩んで悩んで底値になってから買ってるから、今これ手放しても結構痛手としてはすごく少なく済むんですよ。多分このセットでいくらだった？忘れちゃったけど、6万とかそんなもんじゃなかったっけ？ 7 万ぐらいしたっけ？忘れちゃいましたけど。で、今の現行の iPad Pro に乗り換えるときには、これはもう手放して売却しちゃうんだけど、なんせこれ綺麗に使ったから、わざわざケースに入れて大事にして使ったから、これもうこのまんま丸ごとこれも売れちゃうから、これも売っちゃおうと思うのね。で、Apple のホームページで見てみたら、今 Apple ってさ、公式で下取りサービスやってるから、それで見たらいくらかなと思ったら3万5千円。それじゃあやってあげない、ダメです。秋葉原とかの
他の専門店とかに持ち込むと、まあ、大体5万円弱ぐらいですね。だからこれとこのアップルペンシルつけて、なんならこのカバー、ケース類も全部つけて、友達で欲しいやつがいたらもう一番手っ取り早くて、もう5万円ちょいちょいで売れればもういいかなと。で、新しい iPad Pro と新しいアップルペンシルとまたこのケース類買って、まあほどほどの出費で全部これ新しくできる。ただそこで新しくするとどれだけのものを僕が得られるのかを整理したいんですね。そこに対して得られるものに対してそれが1万円だったらすごく安いし、10万円だったら割高と感じるかもしれないし、でも得られるものが大きかったら10万円が安いと思うかもしれないし、っていう僕の心の中のこの天秤がまだうまくね、多分情報が足りなくて決められないの。ここになんかね、決意するだけの重みを乗せられてないんですね。いずれにしても欲しいいらない、欲しいいらない、いるいらないっていう議論を。だからその議論ができるレベルに僕の知識がまだ達してないから、まだうだうだしてるだけで、今からちょっと考えてみて、いらないになればいいし、欲しいになればもう腹くくるし、今日はですね、そのまあ、説明をですね、アップルのホームページを見ながら、皆さんと一緒に見ながらですね、考えてみようと思いますんで、新型の iPad Pro に行くかどうか悩んでる人、で、そこで、2017モデルの 10.5 を使ってる人だったら僕と同じですね。そうじゃなくて、もっと前の世代のものを使ってる人だったら、なんか全く同じ感情にはならないでしょうけども、どこかで共通点はあるかもわからないので、そんなお話をぜひお付き合いください。それでは参ります。僕の心境がどう変化していくのか、僕の表情がどう変わっていくのか、お付き合いください。この中ですね、表情が変わるかもしれないし、変わらないかもしれないし、自分の素直な反応とですね、向き合ってみようと思います。僕のいつもですね、YouTube 物欲セラピーみたいなところですね、話して気持ちの整理をするっていう、工程をやらせてください。それでは画面見ていきましょう。はい。今、Apple のホームページの iPad Pro のページですね、を見てます。はじめまして、新しい iPad Pro です。どうも、はじめまして。どうも、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。僕はですね、iPad はですね、一番最初のやつをですね、発売の翌日に Apple 銀座で買いました。もう何年前か忘れちゃいましたけど、もう10年ぐらい前になるんですか、下手したら。そこからですね、ずっとですね、使っております。で、途中新型を買い替えなくなった時期があって、その間はいらなくなったんですけども、今の iPad はですね、もうパソコン代わりとしても使えるぐらいのスペックまで来たので、もたついて我慢することはもはやないはずですね、ここ 1,2 年ぐらいのモデルであれば。ただ2年前3年前4年前になるともたつきますね。だったら僕は使わないですという姿勢で、いるのかいらないのかを割り切ってきたんですけど、久々にこれで復帰したら必要なものという結論に至ったわけです。はじめまして、新しい iPad Pro です。どうもどうもどうもですね、もうここの時点でいいよね。これこのさ、もうペンがさ、アップルペンシルがさ、iPad にこう、チョンって乗ってんじゃん。これ磁石でくっついてるんでしょ?くっついてるんでしょ?噛んじゃったけど。もうこの時点でね、価値あり。価値あり。はい、ここですね、問題ですね。すべてが新しい、すべてがスクリーン、すべてがパワフル。すべてがパワフルであってほしいとは思うんですけど、僕、書きたいだけだから、それだけできれば他のスペックいらない。ただ、これを実現するためには、いろんな技術が必要なんでしょうね。そう考えると意味があるんでしょうね、最新モデルパワフルっていうのは。ただこの外付けのキーボード、僕はこれいらないです。実際に Apple Store 行ってこのキーボード触ってみたんですけど、確かにこの打鍵感、打ってる感じ、ボタンを押してる感じ、それなりにちゃんとこうね、リアクションがあるというか、押した返ったっていう跳ね返りも多少あるし、押した時ペッキョペッキョペッキョってなんかちょっとね、なんか可愛らしい音するけど、でもそれでもやっぱりいいですね。ただ僕はこれを手出しちゃうと、この先 iPad を買い替えるたびにスマートキーボード的なものも毎回一緒にセットで買わなきゃいけないのかって思うとバカらしい。これだけでも1万2万とかするわけでしょ。それをね、果たしてどれだけ使うかというと、文字入力するときは結局はね、もうね、こういうのにはかなわないわけですよ、こういうキーボードとかノートパソコン。だからそこをね、1台で全部済まそうっていう発想は現実僕はね、難しいと思う。我慢するぐらいだったら使わない方がいいと思うんですよね。だから僕はこのキーボードは絶対買わないです。すごく物はいいんですけどね。まああと画面上の擬似的なキーボードで僕は大丈夫、そっちで意外といけちゃった。はい、画面サイズ11インチ 12.9 インチ、ここはですね、大は小は兼ねない。なぜなら iPad はパソコンよりももっと持ち歩くものなので、ちょっと 12.9 はねやりすぎで、これ発表のプレゼンテーション見てたんだけど、やっぱもうここまで大きくなっちゃうと、なんでしょうね、もうタブレットの領域超えてる。なんか
画用紙大きなさ、なんか AD さんがあの巻いてくださいとか、そろそろ次の話題ここでボケてと書いてあるのさ、あのスケッチブック、スケッチブックサイズまで来ちゃうとカバンも選ぶしね。僕はこれね、まあ、10.5 で満足してるので、僕はこれね11インチしか頭にありません。あの家から持ち出さない、家のリビングのソファーにずっと置いとくものとまで固定できるんだったら 12.9 いいかな。ただなんかあの持ち運ぶとかちょっとでも取り回しで考えるとやっぱでかい。新しい直感的なジェスチャーで、あらゆる操作が実に簡単、まあ、現時点でも満足してるからいいかな。ここの違いもね調べてもない。ホームへ戻りたいときは上へスワイプするだけ。あ、この辺は使いやすくなりましたね。あとね、この iPad のこの画面を例えば半分とかで割って違うアプリを同時に表示することができるようになった機能はすごく使ってる。ノータビリティってメモアプリを半分表示する、残り半分をサファリにする、でここで調べ物しながらそれを引用したりコピーしたり写真を切り抜いたりしてノータビリティの方に貼るっていう、そのデータのねその仕分け作業っていうのがすごくね効率的になった。だこれはでも変わらないわけです、今までと。ただこれどうする、これ現物見てないから分かんないんだけど、エッジからエッジまで広がる新しいリキッドレティーナディスプレイ。リキッドですよ、リキッド。メタルギアソリッドやってるとリキッドで響きがねちょっと刺さっちゃうよね。だから現時点でももう綺麗すぎるぐらい綺麗なんだけど、ここがねちょっと僕はね否定的というかビビってる。というのも新しいリキッドレティーナっていうのがあまりに綺麗だと、じゃあ僕が今ここで使ってるこの27インチの 4K ディスプレイの絵がもしも綺麗と思わなくなっちゃったら、このディスプレイも買い替える羽目になるし、この僕 MacBook Pro レティーナディスプレイっていう名前だったんですよ、前使ってた15インチが。でその前何使ってたっけ、 iPhone が先にレティーナになったんだったから、その前に使ってた MacBook Air はレティーナじゃなかったのか、そのレティーナになった時にもうそれ以外の液晶が見れなくなっちゃって、そこが一つ Windows のパソコンとかその他のメーカーのパソコンにドキドキしない理由。ここでリキッドレティーナディスプレイに慣れちゃって、それが僕のスタンダードになるのは正直ね怖いですね。ここが決定的な違いを感じちゃうと、他の機器にストレス抱えるようになるとちょっとねネガティブな方向に働きそうで、これはもうちょっとそんなに慌てないで、もうちょっと待ってっていう感じですかね。ここそんなに進化しないでみたいな。ただね、人間あの年取れば目悪くなってから画質はいい方がいいですよね。目に優しいトゥルートーン、あ、トゥルートーン結構好き。フェイス ID が iPad、 はい、やっと来ました。フェイス ID、 ここ大事、ここ大事、先生ね、ここ大事ですよ、試験出ますよ皆さん。縦向きに持っても横向きに持っても使える、これ大事ですよね。iPhone をこうやって Face ID でロック解除するともちろんできるんだけど、寝そべってる時にこれがこの角度が変わっちゃってると動かないっていうのはすごく不便。これさ、どっち向きでできてもいいよね。それがやっと実現したわけですよね。時間かかりましたね、これ。これがね、もうここも価値あり、ここ大きく価値あり、僕にとっては。Face ID、まあこれも同じ都合ですよね。A12X バイオニックは最も賢くない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 。ここがね、まあ今これやっぱりそう参考例で、これフォトショップ出してるでしょ、これフォトショップ。フォトショップを使う人にとってはビッグニュースでしょうね。ただどこまでそこまで写真のレタッチとかみんな気合い入れてやってるっていう感じで、あのここに小さく書いてあるね、分かりやすく言うとほとんどのノートパソコンよりも高速ということです。とても爽やかなこの言い方ですね、これ。あの僕 Windows のパソコン1個持ってるんですよ。あのというのもバイクでサーキット走るときに使ってる GPS データロガーのソフトが Windows しか対応してない。僕が使ってるサブコン、ラピッドバイクレーシングのパソコンのソフトが Windows しか対応してない。僕 の, あの会社 の, あの銀行口座、法人口座があの Mac の OS じゃあの振り込みとかそのサイトすらも見れない。それが Windows でしか見れない。超不便だけどね。だから Windows のパソコン1個持ってるんですけど、そのパソコンはね、2、3万円で買った。もう本当に最低限の動きさえできればいいと思ったから、本当そのデータロガーさえ見れればいいと思ってたから、本当にあのスペックとしては低いものを買ったんだけど、あの言葉通りにどこまで言っていいかあれだけど、100倍ぐらい iPad の方がもはや動き軽いし早いかな。まあ、ただこれね、あの OS が iOS だからね、これそれとパソコン比べても意味がないんですけど、あのモバイル用の OS がそもそもサクサクしてるっていうこともあるんだけど、ただそれとの合わせ技でこの A12X バイオニックチップ使えば、まあ、ほとんどのノートパソコンよりも早いんでしょうね。まあ、僕はただそのペンシルがスムーズに書ければいいかなっていう感じで、ここのスペックは追い求めてないです。
マルチタスキング、これさっき話したやつですね。そうですね、これ画面2つに割ってますよね。ここでこの左側のこれメールを打ってるんですね。で右側がこれ iCloud ドライブ開いてます。だからここから物を行ったり来たりとかしてるんでしょうね、この人は。これはねすごい便利ですね、この機能。これがね iOS のいいところ。別に今のここの MacBook Pro でも同じことできてるんですよ。単純に違うソフトウェアを2つ並べてるだけだから、それを自分のディスプレイの中で好きにこう配置するじゃん、液晶の中でさ。それはもともとやってることがやっとタブレットでも近いレベルでできるようになったっていうところがすごく大事で、この先パソコンとかタブレットがどんどん進化していって、下手したら iPad もiOS じゃなくて MacOS で動くようになっちゃったとしたらって考えると、確かに夢は広がるんだけど、 iOS ならではの取り回しの軽さ、取り回しの良さっていうものがそこにはあるんですよね。でやっぱね、パソコンとタブレットは違うものだから、サーフェスみたいな感じで1個で全部やるっていうのも面白いんだけども、やっぱそれぞれ別個にあった方がいいかな。究極的には何でも1個でできちゃえば本当にいいのかもしれないけど、用途がやっぱ違うものは違うで、ある程度割り切ってた方がなんかね、作業がリズミカルにできるというか、なんか自分もそのねペース配分がしやすいというか、僕はだからこれね、MacOS と iOS が分かれてるというのは僕は好きなんですよ。だからこれが iOS だから、このね、マルチタスクがスムーズにしやすい、直感的な作業がなおのこと手のひらでこうね、こういろいろこうしやすいんだ。もうだって将来さ、アイアンマンの世界来たらさ、こうやってインターネットパンってやったら、ここにブワッてウェブが広がって、それをこうやって手でさ、トニー・スタークみたいにこうやってできるわけじゃん、こうやって。その時代がいつかは来るわけでしょ。そこまで行けば、OS1 個でいいよね。全部。まあ人工知能ベースですね、そうなると。そこの手前段階だから今まだ全然。だから今はやっぱね、でっかい据え置き用の OS とモバイル用の OS というのは分かれてた方が僕はいいと思います。でその iOS 動かすためには A12X Bionics Bionic、 これもね、なんだろう、すごすぎんだろうね。だからこれゲームもさ、超快適にできるんでしょ。まあゲームやんないからいいです、動画が見れればいいです。全てを書き換える新しい Apple Pencil、 これはですね、拍手です、拍手、もうスタンディングオベーションです。もうこれスタンディングオベーションです。こうもうこっちのさ、もうなんていうの、東ウィングから、はぁ、西ウィング、はぁ、アリーナ席、はぁ、モッシュ起きてる、モッシュが起きてる、すげえ回ってるみたいな、ここね、最高。あー、いやー、アップルペンシルね、最初からやんなさいよ、アップルさん、これ、最初からやってよ。ただね、日本全国のね、日本全国1億人のね、レイはね、泣いた。うわ全俺が泣いた、全米が泣いたくし、全俺も泣いた。これね、肝、まずですね、このペンのこのダブルタップで何ができるかっていうと、メモを書いてるときに鉛筆の状態から2回タップして消しゴムに一発で切り替えられる、そこの設定変更ができるんですよ。あるいは1個前に使ってたツールに行ける。例えばじゃあ筆からペン、蛍光ペンなのか、ここのいったやつをこう行き来できる。だから消しゴム固定もできるし、他のペンとか他のツール固定もできる。あと色替えパレットも指定できるっていうのがあるんですけど、僕が今疑問に思ってるのは、純正のメモアプリ僕使ってなくて、ノータビリティっていう別の社外の別のアプリ使ってるので、そっちがこれに対応してるかどうか。まあそっちがアップデートで対応するでしょうね。これ単純な仕組みだと思うので対応すると思います。あとここがこうマグネットでピタッとくっつく、いいよね。そしたらもうさ、このさ、一体化するじゃん。まあ実際このね、ケースをつけた時にどうなるかは疑問なんですけどね。ここはねちょっとね、結構正直心配。ここくっつくのいいけど、このままの状態でこれ取り回し効かないよね。これこんなのカバン入れたらさ、引っかかってこれ落としてなくしちゃうじゃん。だから結局持ち運ぶことを考えると、こうやって一体化できなきゃいけないのかもしれなくて、手放しで磁石は喜んではならないとはちょっと思う。だから純正ケースとのコンビネーションも考えておいた方がいいでしょうね。それから社外品のケース好きで使っている人がいるんだったら、その社外品のケースが今後どういう風に推移していくのかっていうのも合わせて想像した方がいいでしょうね。であとね、これね、まん丸なんですよ。これ
まん丸だからすごいこう転がるの、これこうやって転がっちゃうんですよ、これこうやってコロ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 ってコロ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 って、でこれがまあヘキサシェイプっぽい、あの普通の鉛筆みたいな六角みたいな角が出たんだけど、そこの角があのアップル曰く転がりにくくしたわけじゃなくて、ただねこうくっつくために平面を作ったっていう事情らしいんですね。だから多分ね転がっちゃう結局は、まあ鉛筆も転がるじゃん結局言うても、だからそこもちょっとね、あの転がらないと思ってたのにって考えちゃうと負けちゃう、あらかじめ準備が必要っていうところですか。 あとね重心が変わったらしい。これさ、重心がこれね、重たさ、見た目の形通り均一なんですよ。こっからここまで重さが均一に詰まってるの。だから根元で持つとこっちの上の部分が重たいの、お尻がこっちが重たくてしょうがないんですよ。だからね書いててね、ちょっとこうもなんていうの、この反動で持ってかれるの、この反作用の方向に。だから重たさをこっちに寄せてほしいの。だけど長くて便利なことはあんの。例えばね、ペン回しするときはね、長ければ長い方が回しやすい。あとね、なくしにくい、収納しやすい。だから大きさは別に文句ない。ただ、重たさをこっちのペン先に寄せなさいよって思ってたのが、寄ったらしい。アップルさん、さすがです。2回目で直すあたり、商売上手です。これがそのダブルタップツーですね。消しゴムにしたりとかできますよって。ペアリングも充電も磁石でくっつけるだけ、今上に乗っかってますね。いいですね。で、ここにアップルペンシル 75% で、これ今バッテリーの充電具合がこう出てますよね。これも便利ですよね。普段 AirPods 使ってて、パッて AirPods のケース開いた時に iPhone 側にケースが残り何パーですよ、イヤフォンの R、L 残り何パーですよって表示パッと出してくれるんですよ。すごく便利、シームレスでいいですよね。もっと昔の機械だったら、この AirPods っていうのももしかしたらですよ、こっち側にもなんかインジケーターをつけておかなきゃいけなかったんじゃないですか、もしかしたら昔の都合だったら。ちょっと光で飛んじゃってますけどね。こうやって開けるじゃん、そうするともう僕の iPhone のとこれ勝手に動きつながってるんですよ。これにインジケーターがあって、わざわざここで充電状況を示すランプとかつけちゃうと不格好じゃん。でどうせこれって iPhone ありきで皆さん使えますからねっていう仕組みのものだから、こっちはそういうね、あの液晶とかを省けたんだよね。だからそういう風になんか一つのメーカーが身の回りのものを全部トータルで作ってくれる、統合してくれると、やっぱユーザーとしては使い勝手いいですよね。はい、僕がですね絶対買わないと言ってるスマートキーボードフォリオ、いりません、いりません。これがあれば確かに入力はすごく良くなれるけど、そこで入力するんだったら、言っちゃえば僕 iPhone のフリック入力で長文のメールとか、なんならバイク雑誌の原稿も前これだけで書いたことがあるぐらいだから別に全然困ってない。でパソコン持ってなくて iPad だけで生きていこうっていう人は多分いないよね。結局パソコンと同期したいよね多分みんな。だからパソコンありきで考えると、タイピングはやっぱ物理キー、実際のこのだけ持ってちゃんとボタンが動くキーボードでタイプしたいから、僕はこれいらない。物いいのは分かってんだけどね。はい、出たこれ、出ましたこれ、 USB Type-C になりましたね。ライトニング終了のお知らせです。皆さん準備はいいですか。この先出てくる機器、どんどんライトニングがなくなってくってことですよね。ウェルカムです。愛着と思い入れはあるけども、だって他の機器が Type-C なんだもん。そこは足並み揃えていいんじゃないですか。でこれソニーのアルファ、これソニーじゃないの、このボディ、これ違う、なんだっけ、これいいな、このカメラで欲しいな。なんか未来っぽいよね。アップルがここに置いたのに、ここにさ、このミラーレスの小さいこのボディを置いてるって感じがなんかまた未来っぽいよね。iPad Pro カメラなんか変わったの。スマート HDR に対応した2つの優れたカメラ、これはですね大変激しくね、どうでも予習よろしゅうございます。だってみんな iPhone 持ってるっしょ。こっちのカメラがどん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 先に進化どうせしていくから、 iPad の方に僕はムービー機能とか撮影機能求めてないので、これも僕にとってはどうでもいいですね。さらに軽くなり、これまでに軽くなるのもいいんだけど、もうね、なんていうの、十分軽い、十分これまでで最も薄い、カクカクのこのデザインね、四角いね、ちょっと慣れるまで慣れが必要だね。丸っこいのが好きなんですけどね。以上、これが iPad の歴史を塗り替える新しい iPad Pro です。ニョキッと生えてということでした。はい、というわけで新型の iPad Pro 一通りちょっとさらっとですねおさらいをしてみたんですけども、そうですね、
論理的には欲しいって思うんですよ。ただ動物本能的に欲しいと思ってない。この世代の iPad から何か新しいことができるようになったのかっていうと、そういうわけじゃないんですよね。だから iPhone X が XS になったぐらいの変化なんですよね。だからマイチェンでしかないんですよね。でこの Apple Pencil がちょっと新しくなったぐらいでしょ、これが。でまたさ、ケチくさいのが、新しい方の Apple Pencil、 第二世代の Apple Pencil はこっちの旧型の iPad とは使えないわけでしょ。ねえって感じですね。今ですね、いろいろ振り返って考えてみたものの、なんかその微妙なブラッシュアップじゃ、なんだろう、僕のパンツを脱がすことはできないですよ、私をベッドに連れていくことはあなたは無理よみたいな、そのアメリカンドラマ風な感じで言うとそんな感じですかね。確かに論理的には理解してる、ロジックで言えば全然いいですよ、新しいのすごくいいと思いますよ。ただこの世代の iPad からのチェンジの必要性っていうのがぶっちゃけないですね。iPhone XS Max 買った時も同じ話をしたんですけど、 iPhone X を持ってる人が XS に行かなきゃいけないかっていうと、別に行かなくていいんじゃないですかねって。僕はただ毎年入れ替えてちょっとでも早くしたいから入れ替えてるって話をしたんですけど、ただそれは確かに iPhone X が最近ちょっと遅いなって思うことがあったからなんですよ。これに関しては現状僕遅くなったと思うことがゼロなんですね、全くない。なんか不満がないところを勝手にブラッシュアップされた感じ。排気量別に 1000cc で満足してるのに、次のモデルは 1003cc にさせていただきましたみたいな、あはいみたいな、それだったらグリップヒーターとかクルーズコントロールとか新世代のトラクションコントロールとか他のバイクと通信できる双方向通信システムとか Apple CarPlay とか積んでよみたいな。今時何 Bluetooth もつながらないバイク売ってんの、何それ、デンソロじゃないの、何みたいな感じで、僕が前使ってた iPad はもうだいぶ古い iPad mini をここのとこしばらく使ってたんですよ。大きいサイズはちょっといらないかなと思ってたんですけど、そこからここに来るときにはこれがついたんですよ。これが僕は魅力感じたんですよ。ここがそのお金を出すポイントだったんですよ。ところが新型は別にこれできてるしっていうところだから、あとはこれのこの収納の仕方と充電の仕方とノータビリティっていうアプリ使ってメモを取る時のそこの何ていうんですか、まあインターフェース、まあその辺はユーザーインターフェース周りの快適性レベルってことですよね。なんかね、泳げない人がいきなり泳げるようになるとか、空を飛べないのに急に飛べるようになるとか、そういう風に変化がなければワクワクはしないですね。ということで、結論で言いますとですね、2017モデルの iPad Pro を持ってる人は買い替える必要はないと思います。ただ毎年新型に入れ替える、僕みたいなスペック中な人、スペック強な人は買い替えるんでしょうね。僕はですね、結局は買い替えますが、特に今月来月仕事忙しいので、その間に仕事をちょっとこうサボってまでアップルストアに行ってこれをまたさらに実機触ってみたりとかまではしないかな。普通の自宅配送でいいかな、そんなに急がず。でその間これの値段がそんな下がらないうちにこれだけささっと売り切れればいいですかね。でその間プレゼンテーションの仕事もまたちょうどね、今月来月またいろいろ始まるのもあって、その間これが手元にある必要性があるので、これが穴開くわけにいかないんですよ。だから新型が手に入ってから売らなきゃいけないから、新型がいつ手に入るのかがまだ 2,3 週間先でしょ、今ウェブ見てると。そうすると早くても11月末とか12月頭でしょ、ちょうど忙しい時期にこれをその入れ替える、ちょっとせいせいって感じですかね。ただね、もしも僕がこれ今ペンシル持ってないだったら新型いい機会ですよね。この先の想像予想ですよ、これ。これはもうね、今本当に気持ちまとめずに今喋ってるから空白もそれなりに今もありますけど、
これを出た時にすぐ買った人は今の iPad Pro を見てもあーこれだったら買い替えなくてよかったかな、よかった、まあいいタイミングでこれ買ったかな、乗り換えたかなっていう人は少なくとも2年ぐらいは不満なくこれ使えるってことですよね。で2年経って売る時にはまだまだまあまあいい値段つくんじゃないですか。だから出費少なめで長くこの良さを享受できるんじゃないですか。僕は1年ぐらい出遅れてこれ手に入れてるから今でもこれまあまあいい値段で売れるってことは分かったんだけども、その人たちよりも1年間デジタルコンフォートな感じを味わえてない空白期間があるんですよね。それはね非常にもったいないと思う。だからペンシル持ってなくてペンシル使ってみたいんだったら新型今から手に入れて新型をこの先2年ぐらいは使えるんじゃないですか。ただ3年目はもう分かんないですよね。それを取り巻く他社のそのサードパーティー製のアプリとかがいろいろ仕様変更していって、もっとあのチップのなんかその必要とするその性能要件が上がってるかもしれないから、その時はね分かんないですよね。だから今からだったら皆さん買った方がいいんじゃないですか。で2年間使えたらいいんじゃないですか。僕はだからまあ年明けとかでも別にいいかなっていう感じですかね。はい、気持ちまとまりました、気持ちまとまりました。僕は新しい iPad Pro、急がなくてもいいっていうですね、結論になりました。結局ね買うんだけどね、結局買うんだけど急がなくていいっていう結論を出せただけ、あの1個ね進みました、1個コマが進みました。はい、そんなわけでこれ知ってる？ココナッツサブレ、これ美味しいよね。これこれすごい好きなんですよ。大人のメッセージサブレ、ちょっと開けてみましょうか。今の僕の心境に何か当てはまるメッセージが出るのか。2つ入ってる、どっちにしようかな。こっち、はい、こっち。あ、何も書いてなかった。あ、これ自分で書くので、誰だりよりって、あれ他のやつ、あ、これ書いてあった。グッジョブということでした。はい、今日の自分グッジョブ。はい、どなたかの iPad 選びのお役に立つかどうかは全くもって定かではないんですけども、今日も楽しくおしゃべりをさせていただきまして、気持ちの整理がついてちょっとすっきり爽やかになった思いがありますんで、iPad を通じての YouTube セラピー今日も成功でございます。グッジョブでした。じゃあ皆さんもですね、その iPad Pro にどういう思いがあるのか、もしかしたら僕が完全に間違ってて、あ、僕も速攻買った方がいいですねになるのか、あ、やっぱいらないんですねってなるかもしれないので、皆さんも iPad Pro にですね思いがある方、ぜひコメント欄にその思いを、熱い思いを、ほとばしる熱き思いを残していってください。それではまたお会いしましょう、またガジェットトークしましょう。以上、レイがお送りしました。